今日は10月16日です。出雲南京の品評会の用の金魚と、あと、私が、赤い金魚を、色調色した、金魚をお見せします。両方とも色調色してるんですけど、これが品評会に、育てているやつです。これはもう大きい500リットルの水槽ですね。これでこっちが大きいんで育ててます。でこれは、今色調色を盛んにやってたんで、こっちの400リットルで育ててます。丈夫な傘を上に乗っけて、こんな感じですね。では品評会、今年出そうと予定にしてた、金魚をお見せします。これ2歳なんですね。2歳魚の出雲南京です。ちょっと上げてみましょうか。2、3匹上げてみます。こんな感じですね。品評会に残して出そうと思ってた金魚です。こんな感じです。もう一匹もちょっとお出しします。こんな感じですね。まあ、なるべく、白勝ちということで、3分の、ね、1ぐらい。ちょっとこっちはこれはちょっと赤強いですけどね。まあ終わりがいいんで、のあの品評会用に残してあります。これは、素赤だったんで、私が色調色やった渡辺金魚です。3本のラインまたは4本のラインが入ってるやつです。これも上げてみましょうか。先ほどに比べるとね、型は小さいです。まあ、入れ物もあの品評会用と色調色やってたのとは大きさが違いますから、入れ物でだいぶ大きさが違いますね。それからこれはまあ、あのやっとあの完了したんですけど、今まで色調色してたんで、かなりいじめましたんで、そいつが遅れたかもしれません。まあ、入れ物とかいろんな物理的科学的環境で違います。同じ南京で同じ2歳です。こっちは、出雲で出す方です。こっちは、関東で、ね、出して、まあ、要は地元で好まれている金魚です。まあ、この違いを見ていただければと思ってます。両方梅酢で抜いてます。これはもう1回の色調色で、こっちは1回の色調色で済んでます。こっちは色調色、約1年かけてこれ作りました。素赤真っ赤っかなあの金魚ですね。まあ、そんなわけで、品評会用と観賞魚用の違いをちょっと見ていただければと思います。両方同じ出雲南京で、親も実は一緒です。はい、まあ、2腹取って、親も一緒なんですよね。こんだけ、綺麗に、1回で梅酢で抜けるものと、なかなか抜けなくて素赤が残っちゃって、まあ、宿泊して、やっとこう、ね、色調色するこういう金魚と、いろいろ言いますけど、両方とも可愛いです。また出雲南京の、動画ができましたらお送りします。